レディオでござんす第27回。やっほー。かぶちゃんなんか笑顔が疲れてきてますけど、いやいや大丈夫ですか？大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？これだって1回目やもんね。そうだね。そう、3回目という名の1回目です。1回目です、はい、頑張っていきましょう。毎回ということで、今回のレディオでござんすは、はいはい、第27回ということで、こちらタンタタンタン Do youHappy birthday to you。 ちょっと待ってって。暗いっちゅうねん。いやでもここ2、3年の岩井作くんはこんな感じ。先にバラしてあかんやん。これから話すやん、そういうこと。ここ最近の岩井作健太郎くんこんな感じ。一人やもん。だって一人やん。一人ですけど友達もいないし。いやそこはね、何カミングアウトしてくれてんの。せめて はい、この反対側にね、リュウさんの顔描くとか。ああ、何じゃないですか、なんかね、あの誕生日会はなんだかんだ言ってもさこちゃんは人に祝われてるんですよみたいなね。そうですかっていう立ち位置でいきましょうよ。そうですよね、だってこれリアルやもん。そうだよね、これリアルなんですよね。俺の普段の誕生日やもん。そっか、アーティストだもんね。そう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 、モテる感じにしてるもんね。そう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 、彼女とすごい、もう楽しくね、もう、ね、そう、誕生日プレゼントとか渡されて、あーわーってやってる風にしましょうか。風にしましょうね。なんで一人なんですか、これ。そのまんまでしょ。うん、まあね、もう話してたじゃないですか、俺の誕生日の過ごし方。だから、うん、だからこれになってしまったんですよ。そうです、そうですよね、これにね、うん、でもまあ、一人で過ごすのもまあ悪くはないんですよ。そう、好きなんでしょ、一人が。うん、まあ、嫌いじゃないけど、誕生日はね、やっぱり一人より二人、二人より三人、三人より四人、うんで、まあね、みんなでパーティーしたいじゃないですか。そうだね。なんかじゃあこうパーティーの思い出とかあるの？ない。ない。これじゃんだから。これじゃん。いや俺だってパーティーしたかったよ。したい。いやしたいよ今も、うん。募集中よ。うんはい、やけど、うん、ね、毎年気がつけばね、はい、カルパスのところを松屋の牛皿。うんおさっきのトークが好きやだって今回松屋の。そうそうそう、やめろっちゅうねん。これ1回目やっちゅうねん。でね、発泡酒のところ一番搾りのキリンビールとか、うん、あ、またそこも変えてくるわけ。切り替えていかないと ね、進化していかないと毎回違ってくるわけ。はいはいはい、いいですね。とかね、見たい映画を、うん、もうその日はもうがっつり3本ぐらい見たりとか。あ、増えちゃうんだ。さっきまでトーク1本だったのにね。そうです、ちょっと参考にね。お前本当のことでいいんだ。さっきまででいいよ。大丈夫大丈夫、何回でも聞くから俺は。そうそうそう、だからそうやってね、ちょっと自分にとっての特別な日にするために、そう、誕生日は自分のために過ごす。悲しいやつみたいやないか。じゃあ、ね、じゃあ本当に祝おうな、今年は祝おうな。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。なんか大丈夫とか大丈夫だって逆に悲しくなってくる。去年俺なん祝ってないんっけ。去年、去年の誕生日ですか、うん、去年の誕生日は自分へのプレゼントとしてペットを買いましたよ。あー、ハムスターね。そう、誕生日おめでとう、はいはいはい、俺。うん、あ、そこどうなんですかね。もういないけど。もうまあね、ツッコミづれえなこれ。じゃあ逆に、はい、じゃあ逆にルイさんのその誕生日エピソードとかあるんですか。俺はだって一応こうセクシー担当ですから。女の子とそりゃもうなんていうの、趣味にクリン、趣、え、何それ、なんかこうそんな難しい言葉出さないけど。趣味にクリンになってます、合ってない。間違ってるらしい。なんかキャラオーバーかな。キャラオーバーね、ついていけてないな自分で。キャラ、そうそうそう、まあだからいろいろありますよ、こうサプライズしたりさ、うんうん、なんかこうサプライズされたりとか、あ、まあ、あげたりとか ね、うん、まあその辺を話すと、うん、さっき8分とか突破しちゃったので。そうね、ちょっと次回、まあ、そのうちね、うん、そのうちしますので、はいはい、まあ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 、今回はさこちゃんのちゃんの面白トークを 100% 楽しんでる。いやいやいや、それが俺からの誕生日プレゼントです。何それ。なんかサボってるやん、俺への誕生日プレゼントサボってるやん。いいんだよ27回はよ。サボちゃんがなっつってわーっつってくれ。もう俺の誕生日だけやるやん、もう。
大丈夫、ちゃんと祝おうな、今年は。大丈夫、言いましたね、言いましたね、言いましたよ、大丈夫です。いつだっけ？31日。31日ないから、ないから、増やさんでいいから、30日でいいから。まあ、なわけで、はい、今回は僕の誕生日トークについてお届けしました。なんか話したさ、こっちは寂しいねっていうぐらいでしょ。いえいえ、そんなことない。あの、一人のね、誕生日の楽しい過ごし方をね、教えてあげたわけですよ。自分へのご褒美をあげよう。そう、あとね、でもよかったら皆さん、お友達や恋人と楽しく過ごされてみてはいかがでしょうか。そしてね、では、レディオで、ちょっと待って、俺も今ちょっといいこと言おうとしてるからのね。で、誕生日はね、ちゃんと お父さんお母さんにね、生まれ産んでくれてありがとうっていうメールとかをね、なんかかけらも思ってない。一言添えてくれれば。嘘ばっか言うね。いや嘘ばっか言うね。本当やから。うわぁ、怖いね。違うって。怖い、株上げとかそういうことじゃないから。怖い。じゃあ終わりでいいですか。何それ。はい、ではレディオでございます。第27回でした。さこちゃん、じゃあ締めてください。はい、バイバイ。